はい、どうも、ワドツでーす。ワドツでございまーす。じゃあ、せっかくなんで格闘技続きの話題なんで、誰が勝つのかちょっと予想してこうぜ、みんなで。豪華メンバーだからねー。はい、ワドツー。みんないらっしゃい。いらっしゃい。はい、ワドツー。猫王さんいらっしゃい。ハッチいらっしゃい。ゴルゴさんいらっしゃい。いちかさんいらっしゃい。どうなんだろうな、このメンツだと。風船ありがとう、猫王さん。ありがとうございます。俺はね、やっぱ第1試合便所さん VS セブンさんは、まあセブンさんだろうなっていうのが、なんか金林さんがなんか一番ネタ要素が強いんじゃないかなと思ってるから、多分ネタに走って笑わせてくれるのは、ここは一番楽しみにしてますね。絶対の安心感があるっていう、金林さんは絶対笑わせてくれるっていう。ガチで行くのかな、これガチで言ったら多分一番高カードになると思うよ。1戦目から金林さんどうなんだろうな、本気で行くのかな、みんなどう思う、本気でやると思う金林さん。俺はね、結構ネタに走ると思ってる。どう転んでもネタになるからね、この人の場合は。はい、ワド2にはいらっしゃい。どう転んでも面白くなるのが金林さんの魅力だから。まあ、第2試合は俺は、やっぱ師匠のドレさんですよ。アルさんいらっしゃい。ゴンダワド2。楽しんでて。第3試合が誰だ？第3試合が、サトミ VS ズキティか。これはズキティでしょ。これはだってね、もう170キロでしょ？体重。おトライパーティーこんばんは。逆にそうだよね。もう唯一許されてるのが、金林さんだけはネタに走ってくださいっていう感じだよね。第1試合は、うん。ここは沸かせてほしい場面だよね。俺もそこを期待してる。金林さんの試合は。ネタに走って正解じゃない？だってさ、もう、てるちゃんびんとか俺とかガチでやるとかさ、その、ひかるくんとかポンスケさんガチでやる、あ、じゃあ、ひかるくんとセブンさんガチでやる、ポンスケさんと便所太郎ガチでやるのはもう分かりきってることじゃん。まあ、さとみさんとズキティはネタっぽくなってもいいと思うんだけど、もう、ドレさんもミヤさんもガチでやるじゃん。要はね、ネタ要素ぶっ込めるのって、第一試合の金林さんぐらいなんだよ。で、せっかく配信者のイベントだから、あ、どう転んでも美味しいな、ネタに走っても面白いし、あの、本気で殴り合って、おっ！ってなるのも面白いしね。金林さんがオープニングっていうのはすっごい豪華だと思うよ。俺はね、あの、途中に入ってくる桃襟とかの歌とかいるのかっていうね。桃襟とか深夜町とかの歌で、観客の感じどんな感じになるのかっていうのがすっげえ楽しみ。セブンが勝ちだからネタにも走らせてくれなさそう。ああ、そうなるパターンか。要はネタに走ろうとするんだけど、セブンさんが本気で蹴ったりとかして切れるパターンとかね。まあでもそれもそれで面白いよね。うん。あれガチじゃんみたいな。予想を裏切られるみたいな。うん。これいいイベントだよな、本当に。みやびさんは練習風景とか流してるの？俺みやびさんの放送一回も見たことないんだけど、みやびさんどうなの？みやびさんってキャスの人？どこでやってんだろう？誰か情報持ってるかな。俺みやびさん見てみたいんだよね。なんかガタイめっちゃ良さそうだしね。どんな感じなんだろう。うん、キャスの人なんだみやびさんは。まあでも会場でね、挨拶することになるから一回絡んでみますけど、どんな感じなのかね。佐野さんと喧嘩してた。へえ、うなちゃんマンと喧嘩してた人なんだ。ハンションで悪いけど、横のカバンこなれていい色になってきた。そう？いい感じになってきた。あー、よかったよかった。ちょっとね、色味が深みが出てきたよね。うん、うん、俺もそう思う。やっぱね、これはね、深い色になってくるんですよ、どんどん変わって。だから、そうなっていくと、どんどんかっこよくなる。その、真っ赤っぽかったじゃん、ランドセルっぽかったのが、これが、朱色とかね、こう、深い、シンクになってくるんですよ。だから、この、
これももう2年ぐらい使ってるかな。結構いい感じになってきたよ。クタクタになってきて。皮の風味とかが、味わいが出てきて。結構かっこよくなったでしょ。新しいやつより。おい、匠さんいらっしゃい、ワド2。セブンとキンバイすごい仲良しだったのにな。ちょっと見るの複雑。あー、そういうファンの心理もあるのか。あー、ツイキャスでみやびって調べて出てくる。あ、ありがとう、サファイアさん。セブンさん2人できるんですかね。だから強気に出たよね、セブンさんは。その、なんつうの、俺は余裕だよってことでしょ。2試合やってやるよみたいな。まあだからその試合が離れてるんだけど。ねえ、まあね、あと石川紀之が解説やってくれるわけじゃん。 TJ と石川紀之が。もうここはもうどう転んでも面白くしてくれるじゃん。盛り上げるところは盛り上げる、笑わせるところは笑わせるとか、要はリングのハケとかさ、なんつうの、入れ替わりの時とかもトークが楽しめるから。格闘技祭楽しみ、試合まで怪我しないようにしてね。そうだね。でもね、便所太郎さんもドレさんも言ってたけど、怪我して当たり前って言ってた。で、プロになるともう本気でバチバチやって怪我しても、お前怪我してんなら試合出んなよみたいなノリらしいよ。何お前やめんのみたいな。そんなんでやめんのみたいな。みんなも怪我を抱えながら、爆弾抱えながらやってるんだって。そういう世界なんだって。だからさ、俺はさ、ドルさんとか怪我しないように、怪我しないように優しくこの育ててもらってるからありがたいよね。要はなんかこう可愛がってもらってるっていうかさ。だからこそ自分で追い込まないといけないんだと思うけど。そうらしいよ。便所さんもドレさんも言ってた。みんなどっかしら膝に爆弾とか、肘に爆弾とか、膝とか、あともうテーピングとか、突き指とか、突き指かどうかわかんないけど、なんかもうとにかくどっかしらがもうぶっ壊れてるっていう。それをごまかして悟られないように攻めるみたいな。すごいよね、プロの世界って。何事もプロってすごいよ。何事もすごい。俺は本当に尊敬する。何かで飯を食ってる人、なかなか大変だからね。さてと、リスワングランプリは、はい、皆さんありがとうございます。リスワングランプリ、ただいま1位でございます。3800人か。ちょっと勢いないな。もうちょい伸ばしたいな。3800は弱いね。隠そうっていうか、まあ、怪我しないのには越したことないよ。ありがとう、せい。なんか、もう、だってさ、まだ時間あるわけじゃん。あと3時間あるわけだ。3時間で何か沸かせたいな。3時間何やる配信？外配信やる？久々。普通の外配信。3時間。後半？なんかやろうよ。このままリスワンかっさらいたいじゃん。何がいいかな。なんかいいのないかな。俺はなんかいくつかいいなって、そう、練習してる中でだんだんこれいいなっていうのが、コンビネーションとかできてきて。ジャブ、ストレートからのローっていうのがあるの。ジャブ、ストレート、要は左パンチ、右パンチ、右キック。このコンビネーションね、ドレさんに教わったんだけど、これはね、ローは当たるなっていう。そう、パンチには自信ないんだけど、当たってないから、これ当たる当たると思って、これはね、主体にしたいなと思って、ちょっと磨きをかけたいなと思ってる。ワンツーロー。で、本当はね、左足で蹴るのが普通らしいんだけど、ドレさんは、右足の方を教えてくれたんだよね。ノンタンを出すとか。ノンタンがね、調子悪いし、会いたくないって言われちゃってて、もう1週間会ってないんだよ、ノンタンと。だから俺もペース狂っちゃってさ、やっぱ彼女に会えないと寂しいからさ、おー、腹ペコ大魔王、応援してください。取ろう取ろう。今日はジャガイモ王子とバチバチに和道さん意識してる。いやー、じゃがいも王子には負けないよ。悪いけど。悪いけど、じゃがいも王子に負けたら、俺引退する。そのレベル。正直、そこまで落ちぶれてないですよ。
その頑張ってるのはわかるけど、もっとね、ジャガイモ王子は後半狙うべき。今日俺をライバル視するのは間違ってる。褒めのラグ長め、そう？ラグ長めかな。どうなんだろう。まあそんなに気にならない、気になる？結構。うん。まあでもコメント拾えてるうちは大丈夫だよ。うん。リスは1位だね、今ね。ありがとう、ね、猫さん。試合まで射精禁止？え、何？やっぱオナニーするとダメなのかな？セックスしたりとか。のんたんツイッターアイコン卵になってた。そうだね。のんたんに会いたいな。今日本当は会いに来てって言ったんだけどね。距離詰まったらプッシュしてローも言え。なるほど。プッシュからのローか。でもね、実はね、隠し技があるんですよ、西田さん。今日の練習では一回も出せなかったんだけど、実はね、もう一個必殺技があって、ドルさん。ドルさんのオリジナル技なんだけど、そう。抜いちゃダメ、オスになる。なるほど、なるほど。本能ってことか。なるほど。いや、でもさすがにオナキン3ヶ月はきつくねえか。いや、あのね、正直言うと、芋王子には負けないよ。うん。K さん、ありがとうございます。リスワン頑張ります。喧嘩っていうわけじゃなくて、ずっと浮気してる、浮気してるって言って。これね、これ知ってるでしょ。うん、先々週、うん？先週か。タイガーマスクとのやつとか、ちょっと前のドレさんのやつ、いや、知ってる人いると、首相撲の発展系の技を教わってるのね。だからね、多分ね、プッシュはしないと思う。うん、もう組まれたら多分テルチャンピオンは首の骨折れるぐらいの事故が起こるから。あれあれ。あれすごい効くんだよ。だって、そのドレさんと俺の体格差とか筋量差はわかるじゃん。それでも、俺の力でドレさん振り回せるんだもん。あれ決まったら。だって、あれだよね、正義の味方にもちゃんと決まった時さ、グーってできたもんね。あれだけの体重差あっても。あれね、テルチャンピオンの体重の、感じで決まっちゃったら、テルチャンピオンマジで死ぬと思うよ。顔面に膝もろ入るから、顔に放り込んだら一発だから、あれは一個の必殺技で取っといてるの。あれはね、ひたすら練習しようと思ってて、であとね、ブーメランフックもちょっと使おうと思ってて、ブーメランフックね、意外とね、いいよって言ってもらってるから、ただ大技だから後半にしか出せないのね。だからワンツーロー、ワンツーローとかローで、あとインロー、インローもちゃんと覚えようと思ってて、ワンツーロー、インローとか。で、足に散らせて、パンチ入れていって、もう最後の最後のラウンドで、バーンって入れちゃおうかなと思ってる。あの技めっちゃ使えるよ。うん。あとは普通の首相撲も覚えないとなとかも思ってるんだけど。うん。今日ちょっと教わったね、普通の首相撲の外し方。テコの原理で、ここの肘を鎖骨に当てて、ちょっと上気味でこうやって、こうやって回していくんだけど、こう、こうね。そう。これはネットで調べたり、YouTube で見てたりしてたんだけど、一応トレーニングはしなかったけど、動画は毎日見てたから。うん。そう。肘入れ。うん。内側からこう入れて、こう。うん。そうだよ。テルチャンピンと試合。俺の対戦相手はテルチャンピンだよ。うん。そう。テルチャンピンがね、ただ体調悪いから、そこがね、友達として心配なんですよ。うん、やっぱね、配信仲間ですげえ気のいいやつだからさ。新しいフォロワーさん紹介します。スノーさん、引き当てさん、トラチオさん、フォローありがとう。たださ、お互いやっぱりベストコンディションでやりたいっていうのはあるから、なんか、風邪ひいてるチャンピオンと戦いたくないし、戦うけどね、本気で。もし相手がコンディション悪かっても。俺も悪くても、相手も本気でやるだろうし。だけど、望むなら、もう本当に、一生に一回じゃん。だから悔いのないぐらいさ、お互いに、もうベストバウトしようねっていう。もうあの試合伝説だよねっていう、配信会の中で。それくらいのいい試合したいよねって夢見てるかな。うん。もうどっちが勝っても最高だったみたいなさ。もう泣いちゃう人いるんじゃないかっていうぐらい。なんか、てるちゃんびんのリスナーの女性のファンとかさ、なんか泣きそうじゃない？感動したーっつって。うちのリスナーみんなタフだからさ、すげえ、なんつうの、男臭い感じだけどさ。強いリザーバーが出てきたらどうする？やるよ、もちろん。もちろんやりますよ。そこは逃げないっす。うん。ただ、リザーバー出すっていうのは恥ずかしいことだからね。俺も絶対リザーバー出さないし、俺のリザーバーやばいよ。ロハコさんだからね。
ワドさん、僕が出ます。ワドさんの僕が本気になったらすごいですよ。ワドさん、ちょっと待ってろ。今すごい力が出てくるからってなる。ああ、ズゴゴゴゴゴゴゴ必殺技2つあるからね。ここは爆んちだぞ。あの鮫島さんと対等にやり合ったからねあの鮫島さんと怒号を飛ばしたロハコさんが出てくるから最後むせたねちょっとアレンジ効かすぎた。新しいフォロワーさん、腹ペコ大魔王さん、フォローありがとう。試合終わったらドルさんとの練習見てるから二人で見て感動しそう。いやー、どうだろうね。俺負けたら顔向けできねえから。やっぱりね、もうリスナーさんにもそうだし、タチヒコにもさ、正義の味方にも、ノンタンにもそうだし、練習バリバリ付き合って、スポンサーの人もいるしさ、個人のスポンサーさんもいて、こうやってさ、これさ、一個一個さ、何千円もするんだよ。例えばこれ2800円とか、このバンテージとかさ、マウスピースも2000円とかでしょ。あと、なんだ、ヘッドギアとかもこれ、1万円いかないけど8000円ぐらいするのかな、6000円、8000円ぐらいしたと思うし、これも高かったの。こういうの全部さ、あの和道さんに、あの本気で集中してもらいたいから道具必要でしょって言って全部支援してもらってんのよ。だからね、本当にありがたいっすよ。頑張んないと。なんか勝手に揃ったわけじゃないからね。朝起きたら勝手に届いてたとか、そんなことはありえなくてさ、誰かの思いが乗っかってるわけですよ。新ガード高かったよ、これ。あの、ドレさんに巻き付けタイプを買いなさいって。要は、これがゴムになってるはめ込むタイプは練習にならないから、これにしてって言って、それで一番安かったのが、この、マーシャルワールドってやつだったのね。ドレさんのやつめちゃめちゃかっこいいんだけど、あれ多分2万ぐらいするんだよ。これはね、6800円かな。うん。お前の小指ぐらいで済むと思うのよ。あのさ、そういうの俺結構ガチで、あの嫌なタイプだから、そういう冗談やめて。あの、本当にそういうの嫌だ。あの、アスペを舐めたらダメ。ロビンソンは出る、え、ロビンソン出なくない？ロビンソン出ないでしょ。でもまあね、あの、なんだ、あの、ドレさんのセコンドがツバニャンだったりとか、なんか結構、なんか、ポスターに載ってないけど配信者も結構出るじゃん。ロハコさんとツバニャンがセコンドって結構豪華だよ。絶対笑うじゃん。でもね、ちょっと俺失敗したかなっていう、ロハコさんにちょっと失敗したなって思ってる部分があって、ちょっと受け狙いすぎてて、あのさ、なんつうの、マウスピース外してもらったりとかさ、補給とかやったりとかさ、そう、ワド、右から来るよとかないわけじゃん、ロハコさんが。ロハコさんがさ、ずっと、ワドさん、僕はどこに座ってたらいいんでしょうかとかさ、絶対なるわけじゃん。ワドさん、椅子はどこですかとかさ、俺が言わないといけないわけでしょ。それ絶対面白いと思うんだよね。どうなるんだっていう。ポンスケのセコンド、いや、その辺わかんないね。絶対面白いよね。俺ね、だからセコンドはね、ちょっとね、受け狙いすぎてね、ちょっと不利だなと思って。しかもあれだよ、ヒカルくんのセコンド、ミノワマンっていう、プロの格闘家の噂があるよ。うん。ミノワマンって俺すっごい好きな選手なんだけど、その人がセコンドにつくかもしれないって話だよね。うん。口移しで、マウスピース。最悪だよね、本当に。だから、便所太郎さんとかもセコンドとか豪華な用意してくんじゃないの。うん。なかなか面白いことになりそうだけどね。だから、その、セコンド対決とかも見物だよね。ロハコさんのセコンドはもうセンス抜群でしょ。セコンドの面白さで言ったら、俺一番面白い人選択したと思ってるもん。トモ、何？トモ、トモさん？トモさん？誰だろう？トモさんって。
想像つくでしょ。ロハコさんが転換で倒れるとこもあるからね。ロワド先生ちょっと待って、今疲れて転換が来ましたっつって、ロハコさん水くれっつっても、ちょっと今フラフラするのに待ってくださいっつって、ドクタードクターっつって、ロハコさんが転換でこう倒れるパタンっつって、そうならないようにしないと、ね、メインロハコ場外乱闘。ロハコさん結構パワーあるかんね。みんなね、あの華奢だと思ってるけど、ロハコさん結構パワー系なんだよ意外と、たまらんよね。あー、ゆうかさん、ゆうこいさんって読むのかな、なんて読むんだろう。あのどうも格闘技好きなんですね。ぜひぜひあのフォローしてください、お願いします。じゃがいも王子には負けねえよ。じゃがいも王子に負けたら引退するわ。余裕余裕全然余裕。和道光応援中。あ、そうなんだ、押してくれてるんだ、ありがとう。でもテルチャンピンもいいやつだよ、全然。テルチャンピン推しの人も全然俺の放送見てくれるし、うん、なんか別にテルチャンピンと仲いいんだよすげえ、うん、コラボも何回もしてるしさ、一緒にね冬の海入った仲だから、だからね全然大丈夫だよ、全然大丈夫。やさこい、やさこいさんって言うんだ、よろしく、やさこいさんよろしく。なんか飯食いに行こうか、じゃあ外配信して。何食おうかな、外配信だなこれ。フォローしてくれた、ありがとう、ありがとうございます。あの格闘技タイムシフトとか YouTube とかに、あの格闘技の恥ずかしい練習動画残ってるんで見てください。新しいフォロワーさん、やさこいさんフォローありがとう、あざーす。トランクスとかかっこいいの作るんですか？ね、トランクスも含めて衣装代とかも含めて支援いただいたんだけどね、ちょっとね、なんか思ってたよりもスニーカー買ったりとか練習用に必要な道具でも結構金飛んじゃってるから、シンプルな感じにしようかなとか思ってる。 T シャツに力入れるかもしれない。トランクスはね、パンツなんか普通のスパッツとかにしようかなとか思ってるね。全身タイツとかにする、金かけないで。絵が全身タイツで出ようか。相手笑わせて繊維喪失させるっていうさ、そういうのもありかもね。なんかあいつキレはいいけど全身タイツだなみたいな。まあまあ、あのまあ普通に戦いますよ、あんま衣装とかに。ガウンとかね、でもほら一緒に1回しか着ないから、選手とかだったらね何回も使えるけど、うん、もじもじくんっぽい感じで戦うとか面白いじゃん。あんなに練習したのにこいつネタに走ったわっつって、やっぱり和道だなっつって。でもね、そこはね、結構あんま衣装で見せるとか本当に考えてなくて、普通にメダルを取りに行きたいっていうのが俺の考え方、今回の企画に関しては。なんかもう本当に32歳のおっさんでも努力したら24歳の若いスポーツマンにも勝てるんじゃないかっていう、うん、そういうなんかね、おっさんたちの希望になりたいんだよね。おっさんとかメンヘラとかいろんなさ、虐げられてる人たちがいるわけですよ。やっぱその弱者代表として頑張ってます。ハゲとかさ、ハゲとか毛深いやつとかの希望の星になりたいんだよ俺は、うん、やればできるっていう。全身タイツかぶったら恥ずかしいよね。意気揚々とさ、和道選手の入場です、お全身タイツだーっつって湧いてさ、テルチャンピンも、え、お前も全身タイツなのっつってさ、二人でさ、なんか全身タイツ全身タイツになって勝ち合ったらクソ笑うよね。気まずみたいな。俺らの発想力一緒だったのかよみたいな。はずいよね。T シャツ、そうだね、うん、イベント用に作ろうかなとも思ってるけど、うん、まあいろいろ考えてますね。限定販売でねやろうと思ってます。うん、いや面白いっすよ。
ふわっち配信者増えたな。俺は絶対におっさんじゃない。人間卵っていくつなの？俺より年上だっけ？同い年ぐらいだっけ？あんまりリスナーさんの年齢がわかんないかな、コメントだとな。うん、人間の卵風船10個ありがとう。ハートプレゼンター、嘘。やさこいさん、ハート50個ありがとう。すげえな、初見さんなのにごめんね。ありがとう、超嬉しいわ。びっくりしたわ。いや、なんか嬉しいっすね。ハート50個ってなかなかだからね。びっくりしたわ。うん、頑張るね。ムエタイルールなんで、立ち技ですけど、ぜひぜひ、頑張ります。ありがとうございます。青山家にいつ帰るんだろう。いや、しばらくあれじゃん。やっぱ、青山も、ヒカルくんところで修行するんじゃないのかな。やっぱ、ほら、俺ドレさんにさ、やってるから、絶対危機感覚えてるはずなんだよね。ちゃんと練習しないとみたいな。最初の方ネタでやってたけどさ、ネタで練習してたけど、やっぱね、俺でも焦るもん、相手がこんな真剣だったら。そういうもんだよ。っていうか家どこなの？青山って出身どこなの？テルちゃんピンだよ。三重なんだ。へえ。あ、そうなんだ。大阪とかだと思ってたわ。三重なんだね。あ、知らなかった。でも三重で配信はやりづらいっしょ。多分その絡みとかもできないし、そのまま東京とか大阪に住むと思うよ。転々とするでしょ。稼げなくなったらアウトだもん、配信者。鈴鹿？うん。三重、ねえ、三重行ったことないもん、俺。うん、三重ね。やべえな、マンスリーランキング俺81位かよ。今月ボロボロだな俺。33位とかいつもキープしてたのにね。おはよう乃木編、久しぶりじゃん。どうよ、もうそろそろあれだ、お前大学生になるんじゃないの。そろそろ大学生でしょ。 BGM とセッションって何。そろそろ大学生とかそういうね、お年頃じゃないの。いくつになったんだ。もう中学生の時に俺の放送見始めたんだもんね。確か中3か中2だったような気がするんだけど。あと1年か。いいね。どんどん社会人に。すげえな、中学生のリスナーがね、大学生になるんだもんな。感慨深いものあるな。ええな。リスワンじゃがいもに負けないでくださいませ。かなたさん応援ありがとう、嬉しいです。頑張ります。負けないでしょ。さすがに、その、じゃがいもさん最近の配信者でしょ？ここ最近始めた。さすがにね、さすがに負けないっすよ。全然。
然大丈夫ですよ。間に合わないアット秒良平さんいらっしゃい、うん、私の理想1位は和道さんです。オンリーお前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう